どうも MJ です。元の紹介をしていきます。で、ご紹介する元はですね、リングオブピースっていう元になります。こちらの元はですね、新たにリングオブピースという指輪が追加されるようになっておりまして、敵対している NPC が敵対しないようになる元となります。ほとんどの敵 NPC は敵対が解除されるようになりますが、一部の敵 NPC に関しては敵対したままの状態となります。ただし敵対が解除されない場合は、左上に指輪の効果が強力すぎると表示されるようにもなっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんので、お好きな場所に置いていただいても大丈夫かと思います。自分の場合はですね、今回は一番下にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、敵対しない指輪がどのような効果なのか、ご紹介の方をしていきます。まずはモッドで追加されました指輪の入手場所なんですが、マップで言いますと、サンクチュアリーヒルズ近くにあります、レッドロケットトラックストップで入手ができるようになっております。すみません。ビクトリアン、センチネル。隠れ続けることはできない。あたりをくまなく捜索。ゼロ、この野郎。うせろ、この野郎。
人造人間を救う気がないなら立ち去れ。キャリントン、この頃はあまり意志が多くない。見せてごらん。道のために補給品が必要よ。何ができるか見てみよう。どうぞお好きに。疲れたやつがいる。お前見るぞ。連邦人のスタイルが大集合。バレンタインがなぜ町で暮らすことを許されているのかわからない。彼が一人や二人助ける。こんにちは将軍。いい知らせをダイヤモンドシティに広めているところです。聞いた？マクドナウが人造人間だったって。血の下に朽ち果てればいいわ。もし朽ち果てるなら果てるわよね。すみません。グッドネイバーはあまり好きじゃない。トラブル以外は何もないところよ。え？簡単なご紹介となりましたが、一部の敵 NPC やクリーチャーを除きまして、敵 NPC の敵対が解除され、近くにいる NPC なども有効的になる指輪が追加されるモッドとなっております。ユニークなモッドとなっておりますので、また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はリングオブピースっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。